everyone, it's Momo. こんにちは、Momo です。この基本の英文読解のコーナーでは、英文記事の一部を使って、文法解説、英文構造の把握、重要表現などについて説明します。つまりは、英文からサクッと英語を学んでいこうというコーナーです。今回は、VOA のIndonesian collect offers to help students get online という英文記事の一部を使って英語を学んでいきたいと思います。タイトルはインドネシアの人々が学生がネットを使えるように古い携帯電話を集めるといった意味ですね。では早速内容を見ていきましょう。 Gina Gali of Indonesia saysA stranger's visit to her house led to a campaign to help students affected by the coronavirus pandemic. という文章です。意味の区切りがいいところにスラッシュを入れています。一文が長いですが、押さえるところを押さえれば特に恐れることはありません。まず見ておきたいのは、says の部分です。これは、say that, SV の形で使われています。say なので何々というという意味なんですが、このざっと説を使った言い方は他の動詞でも多いので詳しく見ていきましょう。例えば She said that she doesn't like fish という文章を例にしてみましょう。ここに says があり、その後にざっとが続いています。このざっとは接続詞のざっとです。接続詞は語と語や文と文をつなぐ役割をする言葉ですね。英文の最小単位は S と V、つまり主語と述語動詞なので、この文を見ると、まず She says、彼女は言うと S と V、主語と述語動詞がありますね。That は文と文をつないでいるので、That の後にも She doesn't like fish と別の S と V を含む文があるわけです。今度はこの that 以下、 that が作っているこの語の塊に注目してみましょう。これはよく that 説という呼ばれ方をするのですが、説って何なのというと、文中で品詞の働きをする語の塊で SV を含むものです。SV を含むものとあるように先ほど確認しましたが、ここにちゃんと主語と述語動詞 S と V がありますね。このざっと説を一つの大きな塊と捉えると、この文章の構造は She says 彼女は言う何々をという形で、ざっと説の部分が大きな目的語になっているわけです。目的語になるのは名詞なので、このざっと説は何々ということを言うという名詞の役割をしているわけですね。ちなみにこのざっとは省略することも可能です。本文に戻ってみましょう。今回はこの says の後に今説明した that が省略されています。ということは、that は文と文を結ぶので、この省略された that の後に sv、主語、述語動詞が来るはずですよね。そう思って見ていくと、ここに let という動詞 lead の過去形があります。なので、ここが v、述語動詞ですよね。そうなるとその前に S、 つまり主語があるはずなので、少し長いですが A stranger's visit to her house が主語 S であることがわかります。見知らぬ人の彼女の家への訪問、もう少し自然に言うと見知らぬ人が彼女の家に来たことがぐらいの意味になります。次に動詞の部分 Let you に注目してみましょう。lead to は何々という結果につながるという意味のフレーズです。なので頭から見ていくと、インドネシアのジーナ・ガレヤさんはある見知らぬ人が彼女の家にやってきたことがあるキャンペーン活動につながったと言います、となっています。
では、どんなキャンペーン、活動につながったのでしょうか。続きを見ていきましょう。To help students affected by the coronavirus pandemic ですね。ここでは、To help という不定詞が含まれているフレーズがあります。この不定詞は、どのような役割をしているか、わかりますでしょうか。これは前回の読解の動画でも説明した形容詞的用法と言われる不定詞の使い方です。名詞を修飾するのが形容詞の性質の一つなので、不定詞の直前にある campaign という名詞について、このキャンペーン、活動がどんなものなのかを後ろから説明しているわけですね。なので、学生たちを助けるためのと続くわけですが、ここでもう一つ見ておきましょう。affected です。これは affect という動詞の過去分詞の形で、これも形容詞の役割をしています。過去分詞というのは動詞の変形した形の一つですよね。例えば、use なら、use, used, used と、原形、過去形、過去分詞形と変化します。不規則動詞なら、例えば、break は、break, broke, broken と変化します。use は used、break は broken が過去分詞の形ですね。そしてこの過去分詞は形容詞の役割をすることができます。例えば、the broken window、その割れた窓とか、The window broken by him といった言い方が可能です。彼によって割られた窓ですね。それぞれがここに broken という過去分詞があります。これが形容詞の役割をしているというのは名詞を修飾しているということです。window 窓という名詞を壊されたとか壊れているという状態を表す broken が説明しています。二つ目の方は前に説明したい名詞があって、後ろに彼によって壊されたという説明が続いています。この違いは何かというと、前者は window を説明する語が broken の一語であるので、名詞の前に置けるのに対し、後者は broken by him と二語以上になっているので、後ろから修飾することになります。ブレイクは壊すという動詞なのに壊されたというニュアンスがどこから来るのかというのは受け身の文章を思い出せばいいですね。The window was broken by him というとその窓は彼によって壊されたという受動態の文章ですが過去分詞を使っていますよね。そのことから過去分詞には受け身のニュアンスがあるのが分かっていただけるのではないかと思います。では本文に戻って確かめてみましょう。この affected という過去分詞の含まれる部分の前に students 学生という名詞がありますね。過去分詞は形容詞の役割ができると説明しました。形容詞の役割は名詞がどんなものなのかを説明することなので affected 以下がどんな student なのかを説明しているわけです。affect は影響を与えるという意味なので2以下の部分の意味を取るとコロナウイルスのパンデミックにより影響を受けた学生たちを助けるためのという意味になります。先ほど不定詞の部分で触れたようにこれらすべてがキャンペーンという言葉を説明しているわけですね。もう一度主語の部分から全体の意味を取るとある見知らぬ人が彼女の家にやってきたことがコロナウイルスのパンデミックにより影響を受けた学生たちを助けるための活動につながったという意味になります。ご視聴ありがとうございました。別の動画も見てみたいという方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。